トンの飛行久保建英さん、オラついて突っかかるも返り討ちに遭う。日本サッカー界の代表がチビ狩りで悲しすぎるわ。転がってて草。ダサすぎて草、相手なんもしてないのに吹き飛んでるやん。自分で当たりに行ってるのに吹き飛んでるの草すぎる。どんだけフィジカル弱いねん。跳ね返さねて点桁のごまかそうとして1回転したんか。クポー。メンタリティは良くも悪くもスペイン人っぽい。池のメダカ定期。転んだ時に痛いんをしたら勝ってたやろ。どこが日本の司法やねん。こいつが日本代表で活躍したの見たことないわ。フィジカルって大事だわ。なぜ笑うんだい。彼の後転は上手だよ。綺麗に1回転してて草。ほんま草ある意味一番の見どころやったう。相手にぶつかりに行くときは重心は前に持っていかんとあかん。いくら振動と言っても体が小さいやつって結局世界では通用しなくなるよな。久保は世界大会になると日本代表の中でも2つ格下に見えるわ。コロコロで草。でもそのメンタルの強さはええやん。